時空伝やったダグとスネ夫じゃないですか、やっぱりすごいエモいですよね。何も言わずにその2人のアイコンタクトで。そうなんですよ。そうそうそう、パンドラ買ってぐらいのニカ顔でしたドニャーとかじゃなくてニャリもう一匹いた虎猫だけ、はい、その後のやつが描かれてないなと思って。そうそう、だからもう本当にあれと続いてるんだと思うと本当良かったですよね。そうそうそう、おばあちゃんからのび太に受け継がれ、そのけん玉を一に受け継ぐっていう、なんかすごく、うん、これからもずっと一緒だよって言うんですよ。うーん、夢日和、夢日和、夢日和はいいですよね。いいですよ。僕らの四畳半島、ドラチューバーのアジャイです。コンコン、B ゾーです。ガチャお待たせ、はい、来ました、チャチャモンでございます。ドラパン、ドラパンの時のあ、ガチャもあるんだ。そう、すごい、遅れたバージョンはガチャってあげて、いやお待たせっつってわー、ということで今回もね、うん、サザエモンさんと一緒に、はい、はい、撮るんですけども、今回じゃあ映画の作品をちょっとピックアップして、はいはい、今回は、はい、はいはい、ワンニャン時空伝やったー出た出た。僕ら二人でもワンニャンはまだ話はあんましたいないですよね。そうなんですよ、意外と僕らまだワンニャンを扱ってないんですけども。あ、そうなんだ。はい、サダイモンさんも結構ワンニャン好きっていう話をちらっと聞いたんですけど。いやー、ワンニャンは正直ゴーヌービーに入るんじゃないですか。おー、いいですね、うん、僕らもね、さっきちょっとね改めて見たんですけど、はい、泣いちゃいましたね、はいはい、本当に泣いた。わかるー、泣けた、わかる、本当にあれはなんか来ますよね、うん、いろいろ、うん、泣いちゃったもん、うん、もうやっぱのび太と一のこの友情が本当に尊くて、うん、よかった。わかります。後半めちゃくちゃいいっすね、うん、あれね、そもそもストーリーがかなりいいんですよね。そうなんですよね、野良犬一の国からね膨らましてあんなんまでなってっていうのは本当すごいと思います。本当によかった。どうしてもやっぱりね、あのこの話になっちゃうけど、はい、あのまあ信代さんたちの時代の最後の映画じゃないですか、うん、そうなんですよ。もう本当にワンニャンが最後でよかったなって思いますよ ね、 エンディング見てもなんか改めてちょっとやっぱりグッとくるものがありましたね、うん、そうやっぱりね、やあのお別れのシーンあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あのみんなで最後あのイチと、のび太くんとか、はいはいはい、ドラえもんとシャーミーちゃんとかがいろいろ、はいはいはい、あのみんなお別れするシーンの、はい、ごめんね、もうほんと一番最後のシーンから語っちゃう。いやいいと思います。あそこ一番良かったもんだって、うん、はい、やっぱりさスネ夫じゃないですか、あそこ。あー、うん、あのダグとスネ夫の、うん、そう、ダグとスネ夫じゃないですか、やっぱり。あそこエモいですよね、うん、だいぶ。そう、あれ、ね、声だ、声がね、うん、関さんと、あの、そう、旧スネ夫と新スネ夫なんですよね、はいはい、あそこが、うん、あー、そうですよね。だから別に前後関係はね、わかんないけど、なんか運命的なものを感じるというか。うん、そうですね、世代交代的なね、あの映画もそういうテーマですし。そうそう、なんかね、そういう感じでしたよね。あの映画って基本ドラえもんずっとダメじゃないですか。はい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 、確かに。ドラえもんがダメな映画ってすげえ面白いんですよ。なるほどね、周りが頑張るからね、うん、のび太たちが引っ張っていく感じですもんね。確かに、ドラえもんが暴走した映画は本当面白い。もう劇、ね、とかだから面白いと思うんですよね、やっぱり。なるほどね、確かにおっしゃる通りだな。雲の王国とか、はいはいはい、うん、それ系は本当面白いなと思っちゃうんだけど。なるほど、確かにそうだわ。後半にかけてのもう感動、はい、後半の感動からの最後の車のカーチェイスじゃないけど、あのシーン激アツですよね、うん、もう。いやー、あれはね、あれ、ここよかった。あのドラえもんが、はい、あのいわゆるヒフアイホーのシーンとか出た、ヒフアイホー、はい、あそこもだってのび太がドラえもんに何も言わずにその2人のアイコンタクトで。そうなんですよ。そうそうそう、このあそこでビッグライト使うって言わないのに、うん、意思疎通でビッグライト使うんだって分かる、うん、そうそうそう、あそこいいなと思って。アクションシーンがね、やっぱ見応えあるんですよね。ありました、ありました。でもね、今見てもちょっと面白かったもんな、うん、そう、あのそれで言うとほら、あのその前の、はい、あの電光丸のシーンとかもすごいじゃないですか。なんでこれオチからだんだん遡るの。いや、いいんですよ、いいと思います。面白いところね、だんだん遡って、はい、全然いいと、言いたいことをどんどん言っていくっていいと思います、うん、もういや、あのよく言われる名刀電光丸が出たら絶対電池切れするっていう決まりはあるけど、ふにゃふにゃになってましたもんね、うん、はい、
ね、あんだけあの無双して、あのまず電光丸出してドラえもんが、はい、あのび太と位置を送り出すじゃないですか、はいはいはい、気をつけてみたいな、はいはい、そうそうそう、あのめっちゃ片手でカン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 反対側見て気をつけてねっていう猫じゃらがねガチャガチャガチャやってましたけど、うんうん、でその後ね電池切れてね、うん、はいはいはい、絶対電池切れますよ、ね、勝負あったねドラちゃんって言われるし、ね、ドラちゃんあの時の猫じゃらすごいもう歯茎出てるぐらいニカって笑って、うん、もうあのワンドラかってぐらいのニカ顔でしたそうそう、ワンドラ並みのニカでしたね、あれはね。でその後のね、あの暴走する、また暴走というか、はいはい、あのシャミーちゃんが傷つけられてね、うん、はい、そうね、猫じゃら僕本気の本気で怒ったぞ真っ赤になるやつですね、うん、真っ赤になって、で俺あの電池切れの電光マンでいやいやいやで最後はロケット続きですやっぱ最後はロケット続きな、ね、ロケット続きなんだ、やっぱ石頭がやっぱりね一番の武器ですからね、ポケモンの技なんだね、ロケット続き。そうそう、でその頭突きする時の声がね、はい、あのまた聞き直してほしいんですけど、だから変な掛け声なんですが、あのえどやーとかじゃなくて、うん、にゃりあそこちょっとノーマークだったな、そこ、うん、ノーマークだった、ちょっとね、あの 見返していた僕の記憶は正しかったら、はいはい、えやいやにゃりー面白い、マジだか猫じゃや、あーもう、うん、本物だな、すごいな、本物じゃない本物だよ、泉谷しげるもいないから、あしげるもいなかったから、すごいな、うん、でもさすがやっぱ好きなだけあって、やっぱその辺ちゃすごい見てらっしゃるんですね、やっぱ、うん、やっぱでも面白いですもん、ワンニャン、そうなんですよ、さっき見た僕、はい、僕好きと言っても見たの多分ね、はい、あのおととしぐらいが最後に全部記憶で語ってるから、うん、あの定かではないんですけど、どうです、直前に見られたお二人はどういったところがやっぱいいかなと思われました？最初ズブ拾ったとこあるじゃないですか、はいはいはい、あそこでズブともう2匹猫いたじゃないですか、白い猫と虎猫と、はいはい、で、まあ、白い猫はニャーゴの先祖なのかなってちょっと思うんですよ、そうですね、うん、でもう一人あの虎猫いたじゃないですか、はいはい、で今日あの虎猫っぽいやついるのかなと思って探したんですけど、そうなんだ、どっかにいたのかな虎猫は、まあ、なんかいろいろ注意して見てみたんですよ、あのやっぱズブが猫じゃらになっていくし、そのやっぱその白い猫がそのなんだっけ、はいはい、ニャーゴになっていく血筋があるんだけど、そのもう一匹いた虎猫だけその後のやつが描かれてないなと思ってちょっといろいろ見てみたんですけど、なんかね一瞬街の中であのなんか幸せそうな親子の猫が映るんですよその猫が お母さんっぽい猫がその虎っぽい柄だったんで、あの猫だけちゃんと構成していいやつになったのかなっていうこっちの僕らの構成、3匹の中で唯一悪落ちしなかったんだ、うん、あいつは悪い道行かなかったんだなっていう、うん、やっぱ静香ちゃんの膝の上とかでね気持ちよく寝てたし、そうなんですよ、よく見ると静香ちゃんの膝の上で あの虎猫が一番懐いてたんですよ、うん、はい、恵まれたやつだったんですね、あいつはねちょっとね構成したんですよ多分、なんかねでも流れ的にはシャーミーちゃんのご先祖とかそういう線はありそうだけど、うん、別にそうでもなかったんですね、そうですね、柄がちょっと全然違うからどうなんだろうなと思いつつ、ズブがさ、はい、ずっと疑問でこれなんでかなと思ってるのは、はい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 、ズブのカラーリングがドラえもんじゃないですか、ああ言われてみれば、あれなんか意味あんのかなってずっと思ってて結局わかんないんですよ、ね、確かに言われてみればドラえもんのカラーリングですね、そうだ、なんであんなにドラえもんに寄せてるんだよ、だからなんかあれかな、初期のドラえもんみたいなイメージなのかなと思ったり、ちょっと大きいし、なるほどなるほどなるほどね、うん、でも なんだろう、なんかもしかしたらなんだけど、あのミッキーマウスでいうところのミッキーマウスと、はい、あのなんだっけ、あのでっかい山猫のピーとか、あーピーと、はい、なんかそういうなんか見た目の似てる感なのかなっても思ったのよくわかんないんですけどね、結局なんか意味があるのかしら、うん、そうですね、確かに、そう、誰かなんか知ってる人いたらコメントでぜひ教えてほしいですけど、そうですね、泉谷さんの、はい、なんか猫ちゃんの写真もなんかすごい飾って、あれファンタジアのミッキーと本当に似てますよね、そう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 、じゃあディズニーイメージはあるのかなっていうふうに思って、いやだいぶディズニーはありますよね、うん、そう、なんかそれは感じたんですよね、うん、なんかミッキーマウスっぽいモチーフがあるのかなって思って、うん、ちょっと僕ら気になったのは、う
はいはい、大統領が避難勧告出すんですよ、その国の、ね、はいはいはい、国民あと36時間ぐらいで隕石落ちてきますみたいなこと言うんですけど、うんうん、もっと早く言ってあげたわけ。しかも実施剤6時間後ぐらいにもう隕石落ちてきて、その日に落ちてきてるんですけど、もっと早く言ってもよかったんじゃないかなってちょっと思いましたね。ちょっと遅くないと思う。いやまあでも、はい、ギリギリだったのかな。そこら辺はね、はい、あれですよ、藤子 F 不二雄先生の短編集にも似たような話が なるほど、ね、あるかや、うん、そっか、そこなんだっけ、箱舟はいっぱいだっけ、なんか、あ、だからそういうここから来てるのかな。そういう話もある。いや、わかんないけどね。でもそれだと結局運ぶね、あの宇宙船乗れなくて終わっちゃうから。あ、そうか、じゃあ違うのかな。まあ、それよりはマシかなとか思ったりはしたんだけど。あ、そうか、まあそうか、最終的に全員助かるから、まあ、いいか。まあ言うて、あの国一つですからね。まあそうですね。あの国一つの規模だから。そうか、そうか。エンディングはあの地球をけん玉に見立てて終わるじゃないですか。はいはいはい、はい。あれもすごい綺麗ですよね。うん、のび太と一がいて、ね、地球のけん玉があって、そうですよね、なんかやっぱ絵面の良さっていうかやっぱ感じますよね、うん、そうなんですよね、すごい綺麗だった、うん、おばあちゃんの登場も良かったですね、うん、おばあちゃんいいんすよね、うん、あれずるいっすよ、いやおばあちゃんはたまんないっすよね、やっぱり出されたら泣いちゃいます、もう泣いちゃいます、もう出るだけでもう顔見るだけで泣いちゃいますね、うん、おばあちゃんはもう玉ねぎみたいなもんですから、ね、玉ねぎみたいなもん、確かにそういうことですよ、涙腺がもうね、はい、でちゃんとそのね、クマちゃんも隣にいらっしゃるんですよ。そうそうそう、うん、クマちゃんがちゃんと出て、やっぱね、あの、多分確か、はい、ワニャってあの、はい、あの、渡辺歩監督結構関わってたと思うから。確か作画か、うん、総監督が渡辺さん。そうですよね。だからもう、うん、だから、そう、もうおばあちゃんのまんまの、あれでしたよね。そうそう、だからもう本当にあれと続いてるんだって思うと、本当良かったですよね。そうそうそう。子供ののび太もまんまあの絵でしたし、確かに。いやー、うん、渡辺監督もう一回やってくんないかな。いや、そうなんですよ、ね、俺ね、そうなんですよ、もう感謝しちゃったからな、戻ってきてって俺は思ってるんですよ、うん、いや戻ってきて幽霊城で映画作ってほしいな、わかる、うん、見たい、めっちゃ見たい、ね、それはそうね、緑の巨人伝の話するとまた長いから、そうですね、それまた別の動画でやりたいですね、緑の巨人伝っていう、そうですね、はい、僕はあの結構ワサドラ映画も全部見てるんで、あ、いいですね、僕らも今勉強中ではあるんで、全然このチャンネルに足りないワサドラ要素を補っていくことができますよ、色々情報とかもちょっと教えていただきたいですね、そうですね、ドラえもんさんから教えてもらえるっていうのも面白いかもしれないですね、はいはい、ワサ推しワサ映画もありますから、ワサ映画聞きたい、うん、そうねじれゾーンってのがあるじゃないですか問題、この映画の一番の問題ねじれゾーン問題なんですけども、もう大好きですよね皆さん、僕らねじれゾーン大好きなんです、ねじれゾーンだの時空乱流だの大好きです、大好きです、ライムスペースラビリンスも大好きなんですけども、もうそれも本当初めてですよね、タイムスペースラビリンスについてはちゃんと出てくるんだよ、ロボットキングダム、もういい加減名称統一しろよと、あのでも結果あのねじれゾーン、どうなんだろう、ねじれゾーンのせいで一はね別の世界に行っちゃったけど、そうそうそう、でも結果ねじれゾーンのせいでのび太たちは出会えたっていうね、結局ねじれゾーンあった方が良かったのか、そうそう、なかった方が良かったのか、なんかもうどっちが、まあ、ねじれゾーン一番便利な秘密道具みたいなそうそうそう、あの曖昧ですよね設定がね、ねじれゾーンのおかげですごくいい映画になってると思います、結果ね、そうなんですよ、結果だ、そうそう、あの結局大人が子供に赤ちゃんまで戻っちゃって、うんうんうん、でそれがまた成長した時に元の記憶ってじゃあどうなってるのかっていう、はいはいはい、なんかいわゆる前世みたいな話じゃないですか、あ、そういうことか、だからちょっとそこが実はあの映画の中で一番少し不思議な要素だと思うんですよ、でも本当にあるかもしれないねみたいな感じで、あのなんか感じはすごい好きですね、そっか、全部に理由つけるわけじゃなくっていうぐらいが好きです、そう考えるとねじれゾーンの功績はかなり大きいんですね、うんうん、でも一も若くしてなんか大統領みたいになってて、あの年までずっと待っててくれたっていうのはやっぱりもうグッときましたね、そうですよね、ずっと待ってるのがね、ちゃんと国民を導くっていうのび太がいない間の役割をやりつつ自分のあの夢も追いかけてたっていうところが本当にいい子だなと思いますよね、一任せたっていうのでやっぱりね、リーダーに本当なって、そのけん玉がそのおばあちゃんからのび太に受け継がれ、そのけん玉を一に受け継ぐって、なんかすごくこの映画のね、うん、あのなんだろうね、そうですね、世代も人種も超えて、うん、そう受け継ぐっていうテーマもあるんだろうなってちょっと
今日見て思いました、うん、今日そういやでも分かります、はい、それあの、はい、これはちょっと違う話かもしれないんですけど、はい、同時上映があったじゃないですか、はい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 、うん、あのドラえもん25周年の特別映像のアニバーサリー、うん、はいはい、ありましたね、あれ、はい、まあすごいあのドラえもんずと同じ監督さんがやってて好きなんですけど、一番最後ドラえもんが挨拶じゃないですか、はいはいはい、あそこで言うんですよね、あのこれからもずっと一緒だよって言うんですよ、わ、うん、それが25周年なんですよ、一番最後のドラえもん映画で信代さんが言うんですよ、うわあ、それは立つな、だからあの声が変わろうが何が変わろうがドラえもんはずっと一緒だよって言ってくれてるなっていうのが本当にいいなって素敵なこと言いますねいやいいでしょう、考えたんですよずっとすごい、あとでちょっとそこ見直そう、うん、あの本編で静香ちゃんがなんかそういう感じのこと言うじゃないですか、あ最後の最後で、ね、タイムマシーンに乗ってるとこで、うん、おじいちゃんになってみたいなこと言う、おばあちゃんになって、うん、あれもいいですね、そうだからそうなんですよね、だからああいうどれぐらいの人までが知ってたのかは分かんないけど、うん、でも少なくとも声優さんたちはもうそのつもりでやってらっしゃったわけじゃないですか、まあ、多分最後のもう作品ってのはなってたのかな、うん、どうなんだろう、そうでもう確か信代さんが倒れた多分2000年ぐらいから、そういう話は出てて、やめるならみんなで一緒にやめようっていう話になってたんですよ、確か、へー、あそうなんだ、そうだからっていう流れで、だからみんなの最後のセリフが来るんですけど、はい、のび太が最後タイムマシンに乗ってて一に語りかける時の、はい、ね一っていうところがもう完全に小原典子さんの声でなっちゃってて、あのび太っぽくないっていう、なるほ ど, るほど、もう自分が出ちゃったのかな、ちょっとあそこはでもあえてというかもうなんか出ちゃったのかな、野原、あの野原ちゃん、野原って言っちゃった、野原さんの違うわ、小原典子さんがもうのび太と一体化して出ちゃったのかなっていうような声にも感じたりして、でもそれ言われるまで気づかなかったっすわ、うん、俺もうそうなんだ、ちょっと改めて見てみよう、のび太っぽくないんですよあそこの声だけ、あそうなんだ、ちょっとそれでもいいっすね、小原さんが出ちゃったっていうのもちょっといいっすね、いや素敵だな、うん、ドラえもん歴史としてもいい作品だし、うん、単純に作品としてもいいので、ワイナン時空伝まだ見たことないって人はぜひ見てほしいです、間違いない、そうですね、本当に間違いないですわ、うん、まあスネ夫そこまでこの映画そこまでスネ夫活躍しないんですけど、やっぱ細かく見ていくと、うん、ちょいちょいスネ夫がスネ夫やってるなっていうのが結構ねやっぱジャイアンが行こうぜって時にちゃんとってちょっと否定的な態度取ったりとか、うん、ドラえもんを助けるのに、ね、それを言ってくれるのはスネ夫なんですよね、うん、残るよって言うと、そうで、あの猫じゃらに最後捕まっ、ね、ジャイアンとスネ夫が両腕でこうね捕まれちゃった時も、うん、俺らに構わず先行けってのび太たちに言った時も、うん、スネ夫がってちゃんとスネ夫がスネ夫やってるなってのがね、やっぱりキャラがちゃんとね、うん、やっぱスネ夫はいいなってちょっと思っちゃいましたね、うん、そこであんまり勇敢になられてもちょっと違うんですよね、うん、今まで通りの、うん、スネ夫はあの映画においてののび太のポジションですからね、うん、一番スネ夫が面白い映画が一番いい映画だと思ってますから、ね、分かるかもしれない、うん、スパイスのようにスネ夫が効いてくる映画そうなんですよね、効いてくるんですよね、その最後の車のシーンなんてみんなね、それぞれのキャラクターのなんか良さ出てたっていうか、うん、あの静香ちゃんの運転がちょっとの、うん、あれすごいガクガクブルブル震えながら嘘みたいなあれ最高ですよね、終わった後もはーみたいななんかね、抜けていく感じがガクブルです、ね、静香ちゃんに映画最後の映画で何やらしてんだ顔がちょっとね、うん、もう引きつってたから一番多分映画史上嘘って言うんだよ、嘘って言うんだよ、一番引きつってたんじゃないかなって思うな、あれはいい映画だったな、歌もいいしな、あ夢日和、うん、夢日和、夢日和はいいですよね、いいですよ、マジで本当今度カラオケ行きたいですね、ちょっと行きたいっすね、動画関係なしに行きたいっすね、うん、でも僕カラオケ行って歌うのは夢日和じゃなくてナマズですよダブル U、 まさかのダブル U、 じゃあ俺北埼玉ブルース歌おうか、もう作品が違うからもうそぼふるやばい、もう終わらないな、もう楽しすぎて、はい、終わんない、やめろ、やめろ、でもまあ次回にじゃあまたこれは撮っといてって感じで、はい、今後とも、はい、はい、またコラボの方もぜひぜひ第2弾、はい、第3弾とよろしくお願いします、はい、お願いします、楽しみに待っててね、ああ本物だ本物だ本物じゃないね、本物じゃない、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。小学館に消された。やめてください。怖い怖い怖い。さよなら。バイバイ。